スタジオ情報番組 YBATV。 はい、今回も始まりました。スタジオ情報番組、その名もYBATV。 ついに6回目を迎えました。目の前の前に掴み取るさ、あの頃のディーミーないもの見るため毎日シューティン。大抵のやつが諦めた、険しくて長い道を乗り越えた82。ここに集まりし気高き精神に拍手喝采を。昔見てた憧れのヒーローなりたくて走る、どんな日も I don't know。 諦めの持ち My life is gone。 勝ち上がる時染める会場ピンク and gold。 その声援はきっと届くと叶うまで try。 叶うから try。 重なる願いはまるで光るダイヤモンド。 We can make we 誰も止められない勝利に thank。2017年6月2日、片上市新市長のもとへ、レイナ、シュウリ、ミナ、ミライ、ミユ、アカリが表敬訪問させていただきました。貴重なお時間をいただき、本当にありがとうございました。2017年6月4日、イエロー・ブラック・ダンス・スタジオ秋田にて、初開催となる 90s ヒップホップ&ニュージャックスイングサイドハウスミュージックサイド101ダンスバトルが開催されました。 DJ は私伊沢翔、 MC は国際教養大学から You、 ハウスミュージックサイドジャッジライ、ヒロトシ、タケル、90年代ヒップホップ&ニュージャックスイングサイド以下ヒップホップサイドジャッジ以降ワタのメンバーにより開催されました。ヒップホップサイドはエントリー22名、ハウスミュージックサイドはエントリー19名で熱いバトルが繰り広げられました。DJ サオショー新田、ジャッジタケルショーコージ、ジャッジ来翔ニナ、ジャッジヒロト師匠ベニカ、ジャッジ渡翔チト、ジャッジイコ翔ミノリ、ヒップホップサイド第3位リク、ヒップホップサイド準優勝カエラ、ヒップホップサイド第1代ウィナーハルキー、ハウスミュージックサイド第3位勝利、ハウスミュージックサイド準優勝ルキー、ハウスミュージックサイド第1代ウィナーミュー。以上の結果となりました。参加された皆さん本当にありがとうございました。また次回。
YBATV 社会人クラスに新たなメンバーが加わり、社会人クラスが盛り上がっております。頑張ってください。2017年6月11日、宮城県で行われましたダンスコンテストにて、ミュー・アカリ・ミライが初県外遠征ダンスコンテスト4位入賞しました。おめでとうございます。2017年6月11日、青森県で行われました 2on2 ダンスバトルで、メイ&ミホが初県外遠征予選通過ベスト16に入りました。おめでとうございます。2017年6月17日、秋田グリーンサムの森、飯高はゲームフェスティバルにて入門クラス、初級クラス、みのり、りん、しのん、3ピースがパフォーマンス。2017年6月18日、昭和夏祭りにてみのり、しのん、りん、3ピースがパフォーマンス。2日間大活躍してくれました。6月21日から大潟村で出張レッスンが始まり、19名の方々が集まってくれました。ありがとうございます。6月25日、竹三郎先生が来館し、ヒップホップ特別レッスンを行ってくれました。いかがでしたでしょうか。第6回今回もたくさんの出来事がありました。はい、イエローブラック秋田の皆さん、こんにちは。7月8日土曜日、クロスウェイ、7月9日日曜日、イエローブラック秋田で、せいさんと一緒にワークショップさせていただくことになりました。はい、今回ですね、秋田は僕は2回目ということで、またですね、防具をメインに、まあ、ワックとの違いもちょっと織り交ぜながら、レッスンを少しずつ、分かりやすくですね、やっていきたいと思ってます。そして、なんとなんと今回ですね、せいさんを一緒に連れていくことになってるんですけども、せいさん、実は秋田初ということで。初です。初めてということで、もちろんあの僕なんかも、すごくね、せいさんから普段から素晴らしいレッスン内容であの育てていただいたんですが、特に今回ちょっと秋田初なんで、どのようなことをちょっと中心にレッスンしていただけるのかなと。まあ、簡単に言うと、はい、英氏と違うこと。もちろんそうですね。ワック防具だから、はい、そのもうやっぱどうしても新しいものもあるし、で僕らはそのやっぱ長くやってきてるので、もちろんあの今のスタイルもあるんですが、やっぱりあの、まあ、皆さんがよくあのこういろんなところで言うソウルダンス、そのソウルダンスとパーティーグルーヴ何が違うんですかとか、うん、ね、よく言われるじゃない、パンキングとワックと何が違うんですかとかっていう、なんかまああのいろんな情報がいっぱい入り込んでると思いますので、そういうところはやっぱこう分かりやすく喋りながら、うん、やっぱ昔のルーツとか本当の、まあ、日本でのカルチャー、日本での言い方でも本当はアメリカではこう言いますよとか、うん、そういうベーシックの部分を多分知りたいだろうなと、うん、まあ、先生たちはね、うん、そうですね、生徒さんは全く興味ないかもしれませんが、うんうん、興味ない人には指を掴んで教えます。もちろんあのレッスン内容、もちろんダンスに関してもそうですけど、まあ、ヒストリー、それから知識の部分、まあ、ノーレッジですね、うん、そういった部分もふんだんにせいさんの方から教えていただけると期待していいんでしょうか。やっぱでもあのもう一つはね、はい、リクエストされた方が俺たち楽だよね。そうですね、ワック防具も先生たちは、うん、防具ってこうなんか他にないですかとか、うん、いろんなのがあるんですかとか質問があれば、うん、ぜひね、あのどんどん質問もう最初からも用意してもらっていくぐらいの方がいいんで、よくなんか生徒さんってね遠慮するから、うん、意外とその今の日本で誤解って言われてるものがまあ未だにあるわけで、うん、音楽にしろその、うん、そうなんですかね、ダンスのテクニックにしろそのニュアンスっていうものがやっぱりちょっと違う時があるんですもんね、うん、びっくりするようなのもありますよ。そうですよね。まあもちろんその僕らニューヨークにせいさんとよく何度も何度も行かせていただいたんですけども、まあ、その都度その都度やっぱりちょっとびっくりすることもありましたし、うんうん、あのそういったことをせいさんの方からやっぱりたくさん吸収していただきたいと思っております。はい、それでは秋田のダンサーの皆さん、そしてイエローブラック、もし以外そうですね、クロスウェーブ、それから山形、
東北の皆さん、2人ものすごい今も楽しみにしてます。まだね3月なんですけども、ものすごく楽しみにしてます。ウィッピーですねはい、今回ですね、また音楽、ダンス、そしてノウレッジ、そして楽しさ、これを一緒にシェアしたいと思います。次回はいよいよハウスオブ忍者、AG 忍者&ダンスの神様、坂見誠二さんがこちらのスタジオに来てくれます。そのワークショップの模様をメインにお伝えしていきたいと思います。それではまた次回。Here's a little story that must be told. Here's a little story that must be told.